今日の試合は最初に2点取れて、その後、まあ、自分たちの中で課題で3点目点が取れない中での相手に失点してしまい、厳しい時間帯が続いたんですが、選手全員が一致団結して、粘り強い守備で3点目っていうのを取れて、その後は自分たちの流れっていうのはちゃんとはできなかったんですけど、まあ、なんとか耐えて勝つことができました。来週の決勝戦に向けては今日出た反省点をしっかり見直して、その後に全員でまた勝ち切れるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。まあ、準決勝は相模相手ということで回してくることは分かってたんで、しっかり引いてカウンター狙いで、まあ、うまく後半3点取れたんで本当に良かったです。決勝戦は、まあ、去年の選手権も決勝で東海に負けてて、インターハイも三浦に負けてるんで、まあ、これはしっかり返せるように1週間しっかり準備したいと思います。